皆さんこんにちは。小坂と申します。これからローメーカーは死なずというタイトルテーマでお話をしたいと思います。今しばらくお付き合いをいただけたらと思います。概要なんですけれども、展示をしていますと中高年の方々からですね、悠々自適の生活でいいですねとか、自分もリタイアしたらものづくり活動に専念したいんですよねとか、今は忙しくてできないんだよねというお話を、よく聞きます。今日も何度かお聞きいたしました。そういう時ですね、私は皆さんの期待を壊したくはないので、目一杯楽しくやってますよ、いいですよと、ぜひやってくださいというようなことを言うんですけれども、実態はですね、ごめんなさい、ちょっと違うんですよ。でその辺のところを、お話をしたいと思います。なんか思わせぶりな話で申し訳ないですけれども、おくらぼせながら自己紹介です。小坂君雄と言います。生まれは、1952年ですから、もう71になりました。で、無職です。完全にリタイアしてます。で、時折、テックライターを、自称しています。で、今回はですね、ブースの E05-06 というところで、こういうボトルサーキットという瓶詰めの電子回路などを出しています。で、SNS のアカウントは下の通りです。はい、じゃあちょっと早速お話を、始めさせていただきますけれども、プレゼントよりもライトニングトークの延長というふうに気軽に聞いていただければと思います。私は2016年の、3月に63歳で仕事から、完全リタイアしました。元は高校の教員です。で、リタイア後はですね、メーカー活動に、全振りをする生活をしようと思ってですね、京都工房の、テックショップというのが、かつてありましたけれども、それの会員になってですね、活動を始めたんです、リタイア後の。で、その頃はですね、ほぼ毎日この日課のように仕事に行くようにテックショップに行ってものづくり活動を、やっていました。で、あとはこのメーカーフェアであるとか、NT 金沢をはじめとするそういうものづくりイベントなどにも、参加していました。それから、ミートアップにもですね、63ぐらい経って若い人が多かったんですけれども、それにこう鞭打ってですね、そういうミートアップに参加して、皆さんと一緒にですね、活動をしていました。あるいは自分で技術セミナー、キキャドの講習会なんですけれども、そういうものを開いたりしてですね、本当にリタイアして直後はですね、すごく充実した、メーカー活動というか、ね、ものづくり活動をしてました。多分その辺の年がですね、2016年あたりが自分の一生マックス最高の年だったんじゃないかと思います。で、その年のですね、完全リタイア年の、10月にメーカーフェアのニューヨークに、行きました。で、ボトルサーキットというのも その当時出したんですけども、仕事の日程ですねと旅行の日程調整する必要がないんですね。完全リタイアしてるんで。で、これは非常に良かったですね。海外に行けるの、簡単に行けるの嬉しかったです。教員やってますと授業ありますから行けないんですよ。で、いいな、やっぱいい生活になったなと思ってました。ちなみに、自慢ではないんですけど、作品がブルーリボンとレッドリボンという、いただきましてね、非常に思い出深いです。それ以外にもですね、こういうものも作ってました。バレットタイム撮影というマトリックスのあれです。視点がぐるっと回るやつ。これですね、だいたい直径が 3.5 メートルぐらい、4メートルぐらいなところに演習場に60個カメラを置いて、それをバーッと連続で撮って、
で、静止画を並べて、視点がぐるっと回る、映像にするというものもやってました。これはですね、実はあの、ダズパイコンテストというのがあるんですけども、それに出したらですね、まあ、技術賞などをいただいてですね、これも思い出深いんです。まあ、こんな具合に、リタイアして2016年頃ですね、非常にこう充実した、こう、実りの多い年だったんですけれども、ところが、これはずっと持続するかなと思ったんですけれども、2年半から3年経った頃ですね、この生活に若干疲れてきました。時間はですね、たっぷりあるんですね。それでじゃあちょっともう少し余裕を持った方がいいんじゃないかなと、あんなにガシガシやんなくてもいいんじゃないと思ったんですね。で、ちょっと工作を休もうかと、そんな頑張ってやってきたからちょっと休もうかと、いうことです。そして、となると家でゴロゴロし始めます。で、最初はですね、ちょっと休んだら制作に戻ろうかと、思っていたんですけれども、なかなか戻れませんでした。で、毎日こんな感じです。だらだらとですね、ネットフリックスとかですね、そんなもんで映画を見てですね、で、ちょっと家にいて、ちょっと、外に出なきゃなって言って、自転車で散歩して、で、家に戻って、あ、疲れたな、少し昼寝するかいと、ゴロゴロ昼寝して、で、そのまんま、ぐだぐだと過ごして、夜になると昼寝しちゃいますから寝れないんで、2時頃まで、ぐだぐだしてると。で、そうしてそれで寝ますので、昼過ぎ、昼前にですね、起きるという、こういうですね、生活を、してました。完全に非生産的な生活で、まあ、典型的なダメじいさんの生活をやってたわけです。で、じゃあこれ、抜け出したいと思ってたんですよ。抜け出したいと思ってたんですけれども、制作に戻れないんで、あと、そういう生活から抜け出したら、こう、すごい、悪い循環に入ってしまうんですね。じゃあ制作しようかと思うと、やる気起きないなということです。で、それをずっと続けてました。何が起こったかというとですね、こういうことが起こりました。これは自宅の作業スペースです。壊滅しました。物置になったんですね。で、これその時に撮ったんじゃなくて、物置状態だったのから復活する時に撮ったんですけれども、そして参加していたテックショップもですね、家にこもるようになったんで、行かなくなりました。そうすると、家がこの状況で、テックショップも行かない。そうすると、物作りの環境が壊滅してしまったんですね。それで、実は技術系のブログもやってましたし、SNS もやったんですけれども、その更新もですね、全く途絶えました。で、ですね、この時に思ったのが、メーカーフェアとか SNS でですね、面白い作品を、発表されている、まあ、年配のメーカーさん、私の先輩の方々はですね、いつの間にか、見かけなくなったというのがあったんですね。で、それを思い出すと、あ、自分はその、ちょうど瀬戸際にいるんだというふうに、思いました。多分私の状況とはね、その方々とは違うと思うんですけれども、もうフェードアウト、質あるなというふうに、感じて、いました。はい。で、それでですね、一体どうしてこうなったんだろうと改めて思い出してみるとですね、もうリタイアして時間が有り余る。ね、それで振り切った生活を、しててですね、メリハリがなくて困ったんですね。仕事、趣味といえばその、切り替えで、こんなことにはならなかったと思うんですけれども、どうも、メリハリなくて疲れたみたいです。で、家に引きこもって、これが最大の原因でしたね。そういう生活をし始めて復帰できなかったというのが。で、こう、日常のですね、
メーカーさんとの交流を失ったんです。テックショップにも行きません。共同工房に行きません。で、それをきっかけに行ってたミートアップにも行きません。そうして自宅でゴロゴロしてます。完全に情報は遮断されました。いや、インターネットがあるじゃないけど、ウェブ検索できるじゃないかと思われるかわかりませんが、検索するネタがないんです。全然入ってこないです。一人で生活していると。で、そうするとですね、制作のネタがなくなってしまいますので、全く手が出せないという状況なんです。はい。で、このままでですね、確実にフェードアウトしてしまうだろうなと思いました。まあ、フェードアウトしても困ることではないんですけれども、まあ自分はちょっと、いや、このままフェードアウトしているのは不本意だと思って踏みとどまりました。それはですね、わずかにこのメイク界隈とですね、つながった糸が残っていたんですね。技術本を出してます。これ、キキャドの、入門テキストなんですが、こういうものを出してましたので、それに対する、こう、評価とかですね、リクエストというのがあったんで、それを応えるために、改訂版を細々と出してました。で、そういうので繋がってたというのと、この制作の、停滞の期間中にあってもですね、メーカーフェアには、何としても参加しようということで参加を、していました。ただし新しい作品がないので、旧作品を、こう、持って、展示をしてたんですけども、究極、出したのは2020年の時に、これは私が、40年前、20歳代、20歳代の時に作ったマイコンがパソコン以前のコンピューターです。そういうものを、ね、出してですね、なんとか、しがみついてたと。いうことです。で、まあ、このイベントにね、参加していますと、皆さんにはインスパイアされますし、作品見て、ああ、すごいな、俺も、というふうに、なってきます。でも、ぐだぐだしてました。2020年に出したんですけど、2021年は、コロナでメーカーフェア、その他のイベントは全部中止になりましたよね。で、2020年にまたメーカーフェアが、あったんですが、それに参加する頃、これは制作活動を再開しなきゃあかんなと、いうことですね、真剣に、活動再開に向けて、準備というか再始動を、始めました。2018年、19年頃、メーカー、私の、ものづくりの停滞期に入っていたんで、で、なんでしょう。それから3年くらいかかった。3年以上もかかってますかね。なんですね。はい。それで、まずは自宅の、制作環境を整えようということで、大掃除、片付け、やりました。それから、パソコンの開発環境などもですね、非常に古い、3年、4年前のものだったんで、それも全部リフレッシュをして、最近のものに、しました。で、3D プリンターも、こう、停滞期に入る直前あたりに用意してたんですけれども、それももう全然動かなかったんで、再調整して動くようにも、しました。そして、ポチポチとですね、活動を、再開して、今日に至ります。まあ、再開後はですね、この、2016年か17年、18年あたりのように、メイク活動にですね、全振りするようなことはやめました。全振りして疲れて、停滞していったんで、じゃあその鉄は踏まないぞということです。で、今何をやってるかというと、メイク活動とはですね、全く異なるアクティビティです。これは、自転車旅、あるいは自転車いじりという趣味を、並行して、やるようにしました。なんで、こういう、
自転車なんだよと、まあ、話すは長くなるんですけど、もともと若い頃自転車旅やってたのを思い出したというんですね。それと、こう物好きに勝つのカウンター、対抗するものとして体を動かす、趣味といいますか、そういうアクティビティに取り込もうと意図的に思ったわけです。で、これでですね、まあ、この2つの趣味の互換というか、補完で相互補完でですね、自堕落な生活には今のところ陥っていなくてですね、まあ、なんとか、やれています。それとですね、最近つくづく思うのは、やっぱり年取って家でいて、まあ、2つの趣味を並列してるんですが、やはり他のメーカーさんとの交流が日々ないということなんですね。これが一番弱点だと思いました。で、共同公募、それに参加することも考え始めました。今ですと DMM とか、ハッカースペースとかあるので、まあ、そういうところに参加できてたらなと思います。で、結構会費とか取られるんですけども、私は今にして思えば、会費以上のものがそこにはあります。はい、そんなところなんですね。で、そうやってポチポチとやってるんですけれども、3年ぐらいブランクがありますので、こう戻ってきてみると浦島太郎状態です。私、電子工作とかマイコンのプログラミングというのが、好きなんですけれども、もうデバイスの様相がガラッと変わってます。それと、開発フレームワークなんてもう全然変わってますんで、まあ、そういうものをですね、ポツポツと思い出し、再チャレンジしながら、試行錯誤してます。で、ちょっといいことにですね、コロナの状況でミートアップというのがほとんどなくなったんですけども、リアルなミートアップなんですけども、オンラインミートアップというのが結構多くなってきたんで、そういうものを検索したから面白そうなものにオンラインで参加しているということも、やってきました。まあ、オンラインで参加するとですね、老人側の、その若い人がそのミートアップに参加すると非常にこう気遅れするんですけれども、オンラインですとその辺が分からないんで気が楽でいいですね。はい。で、そろそろ時間かな、まだかな。はい。でもですね、こうやって再開したんですが、さあどこまでいけるだろうかということなんです。自分の年齢考えます。そうすると先行きどうかということを当然考えてしまいます。と、先行き考えると、まず必ずフェードアウトするのは間違いないなと思います。もうそれは覚悟しています。で、避けられないんですね。これだけはどういう状況になるか、体が動かなくなるのか、思考ができなくなるのか、そうなるかも、どういう条件になるかも分かりませんけど、フェードアウトする。ただ今思うのは、不本意には終わりたくないなと。自分が、体験した、数年の前のように、自分はやりたいと思うんだけども、なかなかそれに行けなかったという、不本意になってフェードアウトするのはにはなりたくないなと思います。こうメーカーという、まあ、矜持をがあるならばですね、やりきったという、考えで終わりたいなというふうに思ってます。そして、その時最後はですね、メーカーは死なず、ただ消え去るのみというふうにですね、かっこよく終わっていてですね、終われる自分でありたいなというふうに、思っています。はい、というところですね、残り時間まだちょいあるようですけれども、話すネタはつけてしまいましたので、これで終わりますけれども、もし、中高年の方でメーカー活動やるんだと思うんだけど、くれぐれもメーカー活動に全振りしないで、余裕を持って、こう続けてみてください。私のような鉄は踏まないように、してください。その方が幸せだと思います。以上で私のお話を終わります。すいません、老人の、自分語りで申し訳なかったと思います。どうもありがとうございました。
小坂さん、ありがとうございました。皆様、もう一度大きな拍手をお願いいたします。